お待たせしたっす。例の熊、送り主が分かったっす。早かったですね。警察を舐めちゃったっす。これ、三つ輪検事があんたにと。お、気が利くっすね。走り回ってちょうど腹が減って。いや、すまりっす。あの子の分すか。ああ、どうしろ、すまりっす。なるほどか。
願いますか。お願いだ、違うと言ってくれ。大トロさん。ああごめん、どうやら改めて自己紹介をした方がいいみたいだね。どうも弁護士官、大トロ慎吾だ。信用できねえ。この先奴がもし俺をゆすろうとしたらゆすり返してやるのさ。犯行の瞬間も奴の顔もバッチリ録画してあるぜ。なんて奴だ。とにかく、あんたは俺を無罪にすりゃいいんだよ。お前は、人殺しだ。ふん、それ、明日の法廷で言ってみるかい。もし、俺が有罪になったら。分かってるよな。Thank you.
クオン、どうしたらいいんだ。さあな。残酷なようだが、それを決められるのは君だけだ。一年前のあの事件で、私は検事というものが分からなくなった。だから検事局を去った。検事、三剣霊司を全て捨て去り、もう一度考え直したかった。自分は何のために法廷に立つのか、その答えを見つけた時、新しい旅が始まる。なるほど、今度は君の番だ。僕の弁護士として何をなすべきか、答えを見つけるしかないのだ、君自身で。僕は殺人を犯した人間を無罪になんてできない。だけど真実に背いてでも助けたい命があったら、そのためならばどんなことだって。でもしかし、真実は変えられない。孤独な人の味方になりたい、苦しんでる人を救いたい、そう思って僕は弁護士になった。なのにこんな時に僕は大切な人を救うことができないんだ。思い上がるな。我々はヒーローではない、ただの人間なのだ。誰かを救う、そんなこと簡単にできるわけがない。教えてくれたのは君だ。明日の準備はいかがですかな。さっきオートローが白状した。お前に依頼したのは自分だって。おや、そうですか。どうして迷いちゃんを巻き込んだ。依頼人には決して容疑がかからないようにする。それが信頼関係であり、殺し屋の仁義なのです。ふざけるな。何が仁義だ。ご安心を。殺し屋の仁義に誓って、無罪判決と引き換えに荷物はお返しします。聞いたか、今の猫か。わかったぞ、やつの居場所が。迷いちゃんは。残念だが一足遅かったようだ。あの執事だ、あいつが殺し屋だったんだ。しゅうちゃん、迷い様はどこですか。Thank you.
オートローが現場に仕掛けたカメラの映像はここで受信していたようだな。じゃあこれを調べれば。全て押収しろ。それがデッキの中は空っぽっす。あいつが持ち去ったんだ。ちゃんの字だ。やはりここに監禁されていたか。なるほど、くんやっぱり来てくれたね。信じてたよ。あんな悪いやつ無罪になんかしたら許さないんだから。それじゃハミちゃんによろしくね。さようなら。さよならなんて嫌です、迷い様。Thank you.
Thank you.